ホンダ電子株式会社は愛知県豊橋市に本社を置く超音波応用機器メーカーである。1956年魚群探知機専業メーカーとして創業し世界初のトランジスタポータブル魚群探知機を開発したカーナビの船舶版とも言える公開計器や魚群探知機を主力製品とするマリン事業部が社内売上の4割を占める。 収益の大部分をアメリカへの輸出に頼っていたため1985年のプラザ合意による円高や1987年のブラックマンデーによるアメリカの景気低迷を受け経営危機器に陥った。その結果多角化を図り現在では多種多様な超音波応用機器を製造している。1996年本社1階に超音波を専門に扱う科学館としては 日本初となる企業博物館、超音波科学館をオープンした。超音波の歴史や技術などを展示するもので、2019年10月25日には、見て、触れて、超音波を体感してもらうをコンセプトに、全面改装し、リニューアルオープンした。入館は無料だが、予約が必要。なお、館長は、社員が交代で務めており、ガイド役も担っている。 超音波科学館に関するカテゴリー、ありがとうございます。